宇多田ヒカルさんの母で演歌歌手だった藤圭子さん。お若い方はご存知ないかもしれませんね。藤圭子さんの生涯は波乱万丈で、最後は悲しい結末を迎えました。今回はそんな藤圭子さんの生涯に迫ってみたいと思います。1951年7月5日、岩手県に生まれ、北海道で育ち、家族は父と母、兄、姉の5人家族でした。両親が浪曲師で各地方を巡って歌っていたので、幼い頃から家族で土佐回りのような生活を送っていました。学校での成績は優秀でしたが、生活が貧しかったため、北海道の岩見沢市立栄中学校を卒業すると、高校進学を諦め、歌手を目指すことになりました。15歳の時に地元で行われた雪祭り歌謡大会で歌う姿が、作曲家の八嶋秀明さんの目に留まり、家族で上京することになります。上京後は家族で6畳一間のアパートで暮らし、恵子さんは八嶋さんのレッスンに通いながら多数のオーディションを受けますが、すべて落選してしまいます。生活のため、母や兄と錦糸町や浅草などで流しをして日銭を稼ぐ中、作詞家の石坂正夫さんと出会い、この出会いが転機となり、1969年、RCA レコードからデビューすることとなりました。デビュー曲、新宿の女は、80万枚を超えるヒットとなり、以後、作詞家、石坂正夫さんとタッグを組み、女のブルースや、自身の代表作となった、恵子の夢は夜開くなど、ヒット曲を連発しました。夜の世界に生きる女の感情を、独特のハスキーボイスで、風貌は可憐な少女が歌うというギャップに、世間は夢中になりました。1971年には、こちらも当時人気絶頂だった内山田博士とクールファイブのボーカル、前川清さんと結婚しますが、大スター同士の結婚はすれ違いも多く、翌年には離婚しました。その後、喉のポリープの手術を受けたことで声が変わってしまい、本来の自分の声をなくしてしまったことに悩み、引退も考え始めたという藤圭子さん。育ての親だった石坂正夫さんの元を離れ、大手プロダクションに移籍し、心機一転しようともしたようです。山口百恵さんの横須賀ストーリーなどをヒットさせたことでも知られる、阿木燿子さん、宇崎竜童さんコンビに曲を書き下ろしてもらい、数曲発表します。黄金コンビが手掛けたことで、周りの期待感も大きかったと思いますが、そこからヒット曲は生まれず、さらに歌うことをやめる意志が固まっていったといいます。そして、1979年に引退を表明し、渡米しましたが、81年には帰国。レコード会社、RCA レコードから CBS ソニーに移籍し、復帰シングル、ホタルビをリリースする一方で、宇多田照真さんと再婚し、83年には娘のヒカルさんを出産しました。ヒカルさんが生まれる前から世界に通用する歌手になってほしいという思いがあり、アメリカ国籍も選べるようにニューヨークで出産することを選び、出産後はお金が足りなくなると帰国し、歌を歌ったり、テレビ番組に出演したりして、お金を貯めてはまた渡米を繰り返していました。その間、宇多田照真さんとは離婚、結婚を繰り返し、最終的にはその回数は計7回に及びました。ヒカルさんが幼い頃、よくスタジオなどに連れて行き、歌わせることもあったといいます。
その当時からヒカルさんは才能があったようで、藤恵子さんはこの子天才なのよと関係者に売り込むこともあったそうです。母親の歌の才能を受け継がれているようですね。ヒカルさんは父であるテルザネさんのアドバイスもあって、自分で曲を作り始めるようになり、ついにその才能が世に出ることとなり、1997年、宇多田ヒカルとしてオートマティックで衝撃的なデビューを飾ることになります。このシングルが累計255万枚という異例の大ヒットとなり、当初は正体を隠していたヒカルさんですが、1999年に藤恵子さんの娘だと公表されると、すごいヒット歌手の母親として、藤恵子さんも再び注目を浴びることとなりましたが、ヒカルさんのデビューと入れ替わるように、自身は歌手活動をしなくなり、表舞台で見ることはほとんどなくなりました。そして2013年8月22日、東京都新宿区の自宅マンションの前で倒れているところを発見され、死亡が確認されました。宇多田照真さんとヒカルさんの公表により、藤恵子さんは1988年頃から精神疾患を患っていたことが明かされます。テルザネさんは2006年の藤恵子さんとの最後の離婚以降、彼女のマネージャーをしていた男性にお願いし、彼女が自殺したりといった間違いを起こさないように監視役を頼んでいたそうです。そんな家族の心配が現実のものとなってしまい、藤恵子さんは62歳という若さでこの世を去りました。以下、宇多田ヒカルさんが発表されたコメントです。8月22日の朝、私の母は自ら命を絶ちました。様々な憶測が飛び交っているようなので、少しここでお話をさせてください。彼女はとても長い間精神の病に苦しめられていました。その性質上、本人の意思で治療を受けることは非常に難しく、家族としてどうしたらいいのか、何が彼女のために一番いいのか、ずっと悩んでいました。幼い頃から母の病気が進行していくのを見ていました。症状の悪化とともに、家族も含め、人間に対する不信感は増す一方で、現実と妄想の区別が曖昧になり、彼女は自身の感情や行動のコントロールを失っていきました。私はただ翻弄されるばかりで何もできませんでした。母が長年の苦しみから解放されたことを願う反面、彼女の最後の行為はあまりに悲しく、後悔の念が募るばかりです。誤解されることの多い彼女でしたが、とても怖がりのくせに鼻っ柱が強く、正義感にあふれ、笑うことが大好きで、頭の回転が速くて、子供のように衝動的で危うく、おっちょこちょいで放っておけない、誰よりも可愛らしい人でした。悲しい記憶が多いのに、母を思うとき心に浮かぶのは笑っている彼女です。母の娘であることを誇りに思います。彼女に出会えたことに感謝の気持ちでいっぱいです。たくさんの温かいお言葉をいただき、多くの人に支えられていることを実感しています。ありがとうございました。元夫の宇多田テルザネさんも、同様の愛のこもったコメントを残しておられます。晩年は苦しみも多かった藤恵子さんですが、ずっと近くで見ていたお二人からとても大切に思われていたのが伝わりますね。そして藤恵子さんといえば、最近お兄さんも話題になりました。藤恵子さんの2歳上である実兄、
藤三郎さんは、藤圭子さんがデビューした時期とほぼ同時期に演歌歌手としてデビューし、3枚のレコードを出しましたが、あまり話題にならず、すぐに引退し、浅草で飲食店などを営み、生計を立てていましたが、三郎さんの才能をずっと惜しいと思っていた、上野にあるレコード店店主らの働きかけによって、昨年51年ぶりに再デビューすることになりました。コロナ禍で訪れる人が一時期は減りましたが、また盛り返している浅草。停滞ムードが漂っていた浅草の街に活力をという思いもあったようです。藤三郎さんは貧しかった頃、恵子さんと一緒に流しをした思い出の詰まった浅草でのコンサートに、天国の妹にも聞いてほしいと語っておられました。兄と娘の活躍を藤恵子さんはこれからも天国から見守っているかもしれませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。